おはようございます。皆さん、今日はですね、大阪の西成で、車中泊してるということで、なんかこの辺には日本一安いスーパータマテっていうのがあるらしいんで、そこ実際に行ってみて、どんな感じなんか食材チェックしたいなと思います。OK、ルースさんの大好きな日本一安いスーパー。安いスーパー、はい、おお、どうやろうね。行きますか。OK。さて、昨日の夜はこの辺もバーまみれでめちゃめちゃ賑わってましたけど、昼間はやっぱり穏やかな感じですね。どうですか。静かですね。昨日めっちゃ多かったよ。いろんなところでこんなところでね、歌ったり。カラオケ居酒屋がやっぱ多いね、この辺。どう、みんな飲み寄ってよ、飲み寄ってよ。ルーさん欲しい？自動販売機。僕はもうおっちゃんなのたまり場です、はい。自動販売機前。一気飲みです。皆さんクイーッと一気飲みしてゴミ箱捨てます。大丈夫ルーさん。おー、いいですね。パーキング、うん。ルーさんも一気飲みや。ガーッと飲まない、カーッと負けんように。おいしい。大丈夫です。買い物をしました。うん。は何倍やった？317円。安いはい。普通？あんまり買いません。ああ。多分物だけ。はいはいはい。後で見せる。オッケー。居酒屋、ハート、カラオケ、右やるさ。何の匂い？ピー？おしっこの匂い？おしっこの匂い、はい。みんな飲んでその辺おしっこするって感じやろ、多分。はい？Most freedom town in Japan。うん。You can pee everywhere, you can sleep everywhere。何？おお。ゲロゲロさん。あっこです。スーパータマで、はい、タマネギ、タマで、はい、タマで、タマで、あれやね、やっぱり西成、昼間の西成と夜の西成全然違うね。そうですね。夜の西成はもうみんな飲み回っとうけど、昼は結構普通。あ、こことか全然できそうで、車中泊バス、はい、ちょっとだけアングルやね。いつも今、いつも違う駐車場行きます。うん、駐車場、結構でもできるとこあるで。こんなんは絶対無理やけど、こういうところは。はい。で、大阪にはバスの駐車場とかもあった、調べたら。そう、maybe、多分もうほんまに無理ってなったら、多分バスの駐車場も行けると思う、大型車の。バス駐車場ありますか？バス駐車場あります。なんか観光バスとかが止めるところ。うん、高いですか？1泊、でもそんな 2,3,000 円やと思う。で、今回今日泊めた西成のとこは1泊600円、めっちゃ安い。600円、やばい、それは安すぎるわ。ねえ、めっちゃ安い、はい、ホテル昨日見ました。1100円ぐらい。1100円とか、僕昨日見た900円とかあったで。900円のホテル1泊素泊まり、めっちゃ安い、安いですね。さあ着きました、スーパータマで。わからん。さて、ここがスーパータマ。おお、ものすごい、ボールちゃんがいます。みんな餌やるよね。Look、みんな餌あげようから、パンとか食べ回るよ。朝ごはん食べよう。うん、中行きましょう。 Are you watching? ちょっと暑い。この辺のホルモンが美味しいって昨日来たけど、閉まってました。はい。いや。こんな感じで、めちゃめちゃライトがあります。長芋58円や。あ、これ 100g が58円。
安いのなんかある？何本多め欲しい。1280円。ルースに大好きな梅干し、わからないです。多分和歌山ちゃんは分からんけど、ディスコみたいな。ああ、そうやね、こういう光がニオンとかあって、はい、さて、うどんが28円。うどんこれぐらいか。28円、そば28円、うどんのだし。 もちろん、いつぐさん、うどん大好物の、冷蔵庫の中はマヨネーズありません。マヨネーズ今日買いたい。 OK。 それから、すいません、うどん。うどんいつもいます。 うどん早いからな。俺そばに、そらそば、そば、うん、そばでもいいし、何でもいい。かまたま。No, no meat。かまたま卵や。プースこっちもいいじゃん。すだちうどん、冷たいうどん。はい。これ美味しい。オッケー。たまにあります。3つ、2つ。たまに1個だけ。オッケー。一つもらおう。大豆ミートあるで、大豆ミートルースさん。うん。オッケー。うどん、うどん、うどんも買いましょう。オッケー。うどん稲荷、お稲荷さん、You wanna do? いや、お稲荷さん、Let's do。 ちょっと稲荷欲しい。いや、お稲荷さん、Yes。 いや、ショート好きです。ほんまに？お願いします。ちょっと稲荷欲しい。うん。OK。 まあ、お肉もこんな感じです。でも、あんまり国産の肉がないです。オーストラリアとか、メキシコ産が多いですね。オーストラリア多いな。やっぱり安い肉っていうのは海外産が多いんかね。メキシコ、メキシコ、メキシコ多いな、やっぱり。で、鶏はブラジル産が多いです。あんまり国内産がないです。他なんかある？エル君はセール。あ、海苔いいっすね。海苔買おう。手巻きとかするにいいんじゃん。手巻き、うん、手巻き。でもちょっと何時、時々ベチベチになります。うん、ジップロック。あ、ジップロックあるやつ。あ、でもジップロックあります。ほんまに？バスの恥ずかしい。いっちゃん左は、はい、ジップロック、ちょっと高いけど。20枚。うん、これは5枚。5枚。50枚。50枚。5枚や、5枚。まあ適当に買っちゃって。魚は国産が多いみたいです。魚は国産、魚結構安いね。ハマチとか魚安いで結構。ルースさん、刺身、うん、昼ご飯、多分今日昼ご飯ハマチ丼ぶり。で、米、うん、大丈夫、はい、魚と丼ぶり。めっちゃ安いよ、250円。どうも。何これ？イワシやって。あんまり興味ない。向こうも結構いっぱいあります。キハダマグロ、お作り、サーモン、結構国産が多いね。何食べたい？僕多分ハマチで行くわ。いいですか？こんな感じで、もう作られたお惣菜とかも結構いっぱいあります。お惣菜とかも結構安いです、値段が。うなぎが650円、結構珍しいですね。安いルースさん、はい、ちょっとゲットしました。天然ハマチのお作り。ルースは海苔さん、海苔さん、うどん一つと、はい、すだちソース。あと朝のオレンジジュースが欲しい、 100% の。あ、
これいいやん、この冷凍うどん、ルースさん入らへん、はい、冷凍冷凍、ためのオフィス、わからない大きすぎるか。でも全部インディビジュアル。はい。多分できると思う。もっと便利。こうやって食べれる。うん。もっと便利と思う、うどん。まあ僕らのバスには冷凍室もあるんで、まあ、アイスクリームはちょっとあれなんですけど、冷凍のもんも全然置けます。お目当てのオレンジジュース。この牛の鍋美味しそう、山さん、うん、鍋美味しそう、大丈夫ルーさん、はい、あと何買いますか。やばいよ、現金のみやね、多分見てください、お惣菜の数がすごいです、おにぎり、はい、お惣菜もめっちゃ安い、こんなもんなんか、白ご飯だけがめちゃめちゃ多いです、多分この白ご飯とこのおかずで組み合わせるんかな、天津飯も308円、まあこれぐらいなんか、牛丼278円安ないこれ、どうすればある、こっちにはコロッケとかこういうお素材もあります、フライ系のコロッケ、これで上はエビフライに白身フライとかもあります、ソーセージ、よけるす something cheap? nothing? あ、バナナ120円、バナナ120円安い、スムージー作りたい、 OK、 はい、お惣菜もあります、だし巻きあれで、うん、What's up? Hi, please. Eee! What? 酒も、酒もここ安いんかな、110円って。普通より多分安いで。わからんけど。札幌が安い、黒ラベル。998円。いいですね。お酒はもう たっぷりあるんで大丈夫です。OK、はい。あとは、寿司とかもめっちゃいっぱいあります。値段が分からへん、安いんかな、分からない、この寿司と500円安いと思うの、これ500円って、あー多分なんかそういうこのサイズぐらい、多分900円ぐらい、ほんまに多分分からない、見てください、9時から、12時50円引き、はい、うん、12時から6時半額らしい、自動的に、すごい、OK、多分ミヨネーズ入れない、今、okay. 必要時に買います、OK、そう、そうしたらこういう運用はこんな感じです、バナナに、うどんに、冷凍うどん、スダッチ、はい、海苔、あとハマチ、とりあえず昼何食べる、スムージー、昼は多分たくさん野菜あります、米と、レモン買います、ちょっとレモン、米一番安い、 OK、米、ヨーガ、あります、 OK、 OK、じゃあ帰りますか、OK、はい。